ようこそ、天神橋市商店街、天六天籠森スタジオへ。はい。<laughs> 始まりましたよ、もう。こんにちは、はい。こんにちは。はい。ははい、めっちゃ、うわ、白いですね。めっちゃ、はい、外、ねえ。見てはるでしょ。<ー>はい。ええー、天六天籠森スタジオというのは商店街の中にございまして、今、外から完全にあの、昔の、<laughs> テレビの朝の番組、はい、ねあの外から見えるとこあったでしょ。あんな感じでございます。はい、マックス鈴木さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあひょんなご縁でと言いますか、あのーえー、まあもちろん私お名前は存じ上げておりましたけれど、まさかここで会えるとは思ってませんでした。はい はいいよろししくお願いしますもう気になって知らないですもん、人が歩く、<laughs> この商店街歩いてる人がもう、そうでしょ、はい、時々ね、がらっと開けて、人が入ってきたりとか、か本当です宅配便持ってきはったりとか、まさにあのオープンスタジオなんですけど、マクさんといえば、ね、プロ野球、そしてまあ大リーグでも活躍をされまして、ですね、あのー、どうですか、あ今年のプロ野球を、ね、阪神タイガースがあんなことで、 あの最初は全然あかんかったのが盛り返してみたいなところは。マックスなんか、どんな風にご覧になってたんですか。まあ戦力的には、うん、その。パリーグの日本ハムさんとは、全然違うわけじゃないですか。ええ、だから、まあ、スタートはね、うん、えー、よくなかったですけど。ええ、まあ、野球って。 百何十試合するわけでしょ、だからスタートよりも終わりの方が大事なんですよ、阪神っていつも終わりが来きますよね、そうでしょ、だから今年はちょうど良かったんですよ、そういうう見方ですかそなんですよ、だって去年もそうでしたからね、そういうことなんですよ、みんな5月の半ばぐらいまで、関西の人は阪神応援して、よっしゃ、今年はって言うじゃないですか、6月になったら、来年どうしようかって言ってるじゃないですか、今年はまたその逆なんですよ。 でも不安でしたよ。だって、えー、勝率1割なくてそうですよね。ねえ市外局番かみたいなことを言われてましたもんね。はい、もうでも。下がる渡航まで下がったから、今度も上がるしかない。チーム状態だったじゃないですか？うん、ま、それでね。あのキャンプ中でしな。何でしたっけ？あの 矢野監督はあれ、はい、もも最初にもう辞めると言っちゃったから、えー、ああなったっていうふうに言う人もいれば、うん、まあそれ以前、うん、そんな急にね1年2年でその体制とか体質って変わんないですから<ー>やっぱりこう引き継ぎ引き継ぎの中で今年のまあタイガースの1年が 始まったわけだからやめるやめないっていうのは僕はあんまり関係ないと思います。ああそうですか、はい、あということはやっぱり結局スポーツ新聞が書いたりとかあ居酒屋で僕らがまあ言ってることと実際やってはる人だとは全然違う世界だと。違うでしょう。だってあの阪神の選手、ええ、ファンえっ違いましたけえけ、え えそんんなこと言って,ていいんですか僕は阪神のユニホーム来たことないから分かんないですけどそれはやっぱりああーだこうだ言われるからですか。もももう日本でででで一番でしょう、ね、そヤンンンキーーースファンもタフフーー、はい、ファァタタすすよニュヨクのの人たちもタフですけど いや阪神のファンの人たちもかなりタフでしょう、うんまあ、つまり、まあ、タフ、まあ、それ強いとかという意味のタフもそうでしょうけど、もう少しなんか違う言い方ですると、日本語ではどうなるんですか、タフっていうのは。素晴らしいファンでしょ。う。ちょっとそれ、だいぶ威違は,は入ってると思いますけど、でも、まあ、ニューヨークにしても大都会ですけど、要はその下町かたぎの人たちが応援していると。 っていうかね、やっぱね、一番になりたいんですよ自分の応援してるチーム、自分の住んでる町のチームを一番だっていうふうに、誇りに思いたい人たちが多いんじゃないですか。そうですねだからもう尼崎の商店街なんて、始まるときにもうマジックが点灯してみたいな、った完全にそうですよね。だから消していくでしょ、マジックを、去年までは。ね 最近はね本当のマジックがちゃんと点灯してね、今年はでも、やっぱり一番嬉しいのは、ファンの皆さんです阪神ファンの皆さんです巨人の上にいるのが嬉しいんじゃないですか、はいそれはズバリそうです、ねジャイアンツのファンの人はそれがどうしたんやって言いますけど、この辺の辺りの人はね、やっぱりそれを一番気にしますもんね。 でも,まあもう阪神と巨人しか野球がやってないっていう時代から今はもうそれこそ CS や BS や入れたらパ・リーグも見られますし、はいね、北海道でもやってるのも見られるしなんですけどそれに加えてやっぱり大リーグ、まあ、あ NHK のニュースなんか見るともうその大谷翔平がどうやとかっていう話ばっかりで、うん、うんそれはやっぱりどうも、まあ、僕としては面白ないなと、うん、もっとなんな 大リーグって同じ野球ルールは基本的に一緒やけどもっとなんか面白い世界があるんちゃうんかなと思うんですけど、うん、実際行かれててどうでしたか、あのーまあ、当然、やっぱりそうビジネス的なことを言うと、うん、やっぱ大谷翔平選手の試合全試合放送しますっていうふうにお客さんをこう <laughs> 加入させないといけない。 ねええ、でも、これでエンジェルスがポストシーズンとか、ええ、ワールドシリーズに絡んでくれば、ええ、すっごい見ててももっともっと楽しいなと思うんですけどもうん、うん、今も結局大谷選手の記録だけしかあのチームの見どころってないじゃないですか。うんうん、チームとしてはやっぱり 本当のメジャーリーグ好きな人たちって、うん、どのチームにああいう選手がいて、はい、このチームはこういう編成があってお金がこうだけど、うんえー、今年これだけ頑張っててとかって、うん、すごく詳しく見てる人たちにしたら、うん、もっと違う試合を見たいなと思うと思うんですよ、はい、例えば、えー、このタもドジャース対メッツ戦今どちらも地区で1位同士ですよ。うん、で でもすっごい前じゃないと、うん、メッツがドジャースに3連戦で2勝したことなかったっていうことも、うん、なんかこうまたちょっとこう違う、うん、メッツが見れて、えー、とかって、まあ、そういうとこ見たい人たくさんいるんですよ、えー、でもエンジェルスのゲームじゃないですか、はい、うわ6回までエンジェルス勝ってるわって言って、うん、1>, 1時間違うテレビ見てて1時間後に戻ってきたら大概逆転されてますから。 対外 <laughs> 逆転最強今のチーム力で言うたらね。でもね、うん、あのー、来年はね楽しみですよ、はい。あ、そうですか。はい、来年楽しみです。え、それはでもえ見売りするんですよね。見売りしたからこそうん、うん、ガラッとこういろいろ体制が変わってくれると思います。えー、まず監督クビになったじゃないですか。うん で監督クビになっても変わんなかったでしょ。ええ、今年監督はクビになって変わったチームってフィリーズだけなんですよ。フィルデルフィアフィリーズっていうチームあのー、ジェラルディっていうヤンキースでも監督結構長い期間やってられたんですけども、うん、今年まあ解任になって、うん、解任になったその日からぐって調子が上がってきたんです。そんなもんですか。そういう時もあるんですよね。<ー>うん、だからまあそれがエンジェルスの場合はいい方向に、うん。 え転,ばな転ばない結果になってしまってるからじゃあまたどっかから主力を取ってきましたお金払ってでパーツパーツ組み合わせた時にうまくはまらないとまた今年のような成績のエンジェルス 来年引きずってしまうなと思うんで、うん、オーナーが変わった方が多分考え方とか色も,もっとガラッと変わると思うんですよ。ああそうですかうんそっちの方がねボルティムはなんか、ええ、あの選手にお金を費やすよりも投手陣が弱いなって思った瞬間にレフトのスタンド、はあうん、9m 下げましたから。 三メートル上げましたからはあ、もうラッキーゾーンの反対やそうなんです選手取ってくるよりあそこ回収した方が安つくし合理的じゃ合理的じゃ合理的ですねそうなんですそんな考え方もまあまあ面白いでしょそうですねプレーとしてはどうなんですかそのスタイルそれはもう体格から何から違うんですけどまあ見てて簡単ですよ分かりやすいですよもっとあの あんだけシフト引かれたらシフト破りしたらいいんじゃないのとかもうめちゃくちゃ動きますもんね野球盤かいうぐらい動きますよねでもそれってなかなかできないんですよなぜかというと1番バッターに徹して俺は1番バッターで生きていくぞ2番バッターで生きていくぞっていうふうに早い段階で決めてしまうと 上上に上がっていいけないですよ、ね、ああまあそのチームの中での戦力の具合でピラミッドなんで、ええ、下から上がってくる選手は、はい、1>, 1番でも4番でも打てるぐらいの力がある程度までないとダメなんですよ、うんうん、である程度まで来るとあ、うん、トラウトとか大谷選手には勝てないなっていうことで。 1>, 1番打ったり2番打ったり、うん、でもバッティング練習見たらえ4番打ってるんじゃないのっていう選手が1番2番8番9番にいるんですよ。はあ、はあ、<う>なるほど、うん、でそういう2番とか8番とか9番の選手がメジャー滞在、うんまあ、あんまりこう長くできなかったりすると日本に来たりして中距離バッターですけど日本に来るとホームランバッターなんです。し、えー でカブレラとかももともとは走攻守手だったんですよ、うん、それがもうあやってこうねうん筋肉ついてホームランバッターになったんですけど。うんえー あのそのチームに対するそのロイヤリティというかそういうのはやっぱあんだけ人が動いていると、まあ、基本別にないっていうことですかロイヤリティんというも<の><の>うか、まあ、俺はこのチームでタイガースの早抜きとしてこうずっとやっていくんやと最後に、ね、鳥谷さんとかがロッテ行かされたようなことはファンも許し難いし選手の方もちょっとつらいみたいなそんな感じはダイビングにはないですかあやっぱりあの 長年一つの球団生え抜きで上がってきて10年15年やったチームから違うユニホーム着るっていう時にはみんなはしますよでももう日常三時なんでだから「ああまたトレードか」「ああまたトレードか」「次俺トレードか」とかあとまあ首かとかそういうのは目まぐるしく日々行われてるので。 マイナーででもそれはあるんすよだから結構ねサバサバしてますよ。面倒くさいのが西海岸のチームでトレードとかもしクビになったりするじゃないですか東海岸に行かないといけなくなると反対から反対引っ越し自分でやんないといけないんですよ。ものすごく現実的な話ですよね。でじゃあ東海岸に行きましたまたアパートメント契約します。 契約してもじゃあ3日後にまたこうトレードになったりマイナーに行ったりクビになったりしたらそういうねややこしさもあるんですよねあなるほどそうかでマイナーの選手とかやったら昔言ってましたけど飛行機の移動やなくてバスで長距離移動みたいなのもダブル A まではバスですはいトリプル A からは飛行機が入ってくるんですけど安く抑えるために 例えばじゃあシ,ータックシアトルとタコマの間に空港があるんですけどそこからソルトレイクまで1時間ぐらいで行けるんですかねうん、うん、飛行機で。はいはい、でそれを安いチケットを取ると、うん、1>, 1回ソルトレイクを越して <laughs> でそこからソルトレイクの横ぐらいに行って。はいえー でそこからバスでソートレーク行ったりとかそういう飛行機の使い方されるんですよあのはいそれ僕もバックパッカーやってましたから向こうのそういう軽油軽油のやり方ってありますよね安いじゃないですか安いですねそうなんですよそれをねされるんですよだからキャッチャーとか大変ですよキャッチャーとか自分たちでこうチェックにしないといけないんではい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 マイナリー側はどっちかやったらまあでもバスも大変ですけどね ダブル A のバス移動で僕最長27時間27時間大体いい15時間から20時間ちょいがああ、えー、平均ええ、はい、ちょっと待ってだって青森から乗ってずっと東京を越えて大阪から福岡行っても20時間かからへのちゃいますであのー 道路も整備されてるじゃないですかね、えー、でバスもエアコンしっかり効いてね、うん、エアコン止まったりとか、うん、バス自体が止まったりとか、えー、ガタガタしてたりとか、えー、であのー、隣に大きい選手が座って、えー、もうこうやってこう20時間ぐらいとか <laughs> まあ当たり前ですよねです。僕が1 9 8センチ、えー、6フィート6インチですか66はい。 なんですけどまあこのぐらいの体の人間はもうざらで,、ね、ですもんね、はい、うん,んなよう食べますかそんなことないですよあそうなんですかうん日本人っていうかアジア人の感覚とはちょっとこう<お>食事の考えがちょっと違いますよねもうというのはうん主食の考え方ですよねうんまあ日本人なんかお米が主食じゃないですかはい、はいええ でまあ、お米食べておかず食べて、うん、お米食べてそのおかず食べて、うん、向こうおかずが主食なんで、うんまあ、肉であったり魚であったりとかそこがあの一番違うんで、ええ、日本からメジャーに挑戦する人たちが何年か経つとこう体つきが変わってくるのは多分ね麺とか。 米とかああいう炭水化物が減って、はあうん、タンパク質が上がるからっていうのもあると思いますよなるほどそのトレーニングのやり方だけじゃなくてねああそうですかあのでもやっぱりアメリカ行ってよかったなって思いはりますよねいや僕はやっぱり、えー、アメリカに行けたことが、うん、一番、まあ、親に感謝するところなんですけどね僕ははい。うんうん でも今もあの野球に携わってはもちろんいらっしゃって、はい、<A> そうですね。はい。今後はどんなふうなことをやっていこうかな。まだまだ若いですもんね。四十七なんですけど、うん、でもまあ目標的にはやっぱり五十前後、うん、前後じゃない、五十歳前半でまあリタイアしたいなっていうふうに。あ、そうですか。はい。 日本だったらまあね、まあ、サラリーマンが60を定年で、うん、僕はまあ61ですけど、はい、そのリタイアしたいっていう気持ちが一切ないんで、うんうん、リタイアしてどうすするんですか39歳で結婚したんですよ、はい、で40で子供を授かったんですよ、うん、でまだ長男が7歳で、ええ、次男5歳で長女が3歳な、うんですよ現役中にもし子供ができてたら、うん、もう ほぼ,ぼ母子家庭ですよ僕、ねね、単身赴任でシーズンの半分いないし、うん、キャンプ中もいないわけじゃないですか、うん、そうなるとその子供との時間がなかなか取れないし、うん、買ったと思うんですよねはい、はい、でも引退してから妻と出会って、うん、で子供も授かってっていうことで、うん、そのまあ自分の人生結構もう楽しんだんでへえかっこええなそんなん言えるってこっち からは、うん、例えば子供の行事であったりとか、うん、もしスポーツするんであればそのスポーツお手伝いなり、はい、ねなんかそういうサポートに回りたいなと思ってへえー、てそ,うそんなんスッと言えるってやっぱりまあそのイクメンの賞ももらってはったりしますけどなんかうん,ん本気なんですね本気ですでも父親がそうだったんですよあそうですかそうなんですよ で今もまあ現役で仕事してるんですけどまあしんどい仕事じゃないですか産経、うん、って言われて、うん、でもねあのキャッチボールしてとか、うんえー、山連れて行ってとかもう海とかもキャンプとかもそうなんですけど、うん、疲れててももう常に逆にこう行くぞって言ってくれる親父だったんで,、ええ、でもそれがまあ子供と接する。うん ややり方なんやなん僕もこう勝手に DNA に入ってるわけじゃないですかうん、うん、ただあのは早いか遅いかで、ねうん、僕が生まれたのは親父が二が26歳の時なんで、うん、だ僕はだから40歳の時じゃないですかうん、うん、もうどっちか言ったら僕の人生なんてもう先短い方で、うん、このまま好きなことやって子供の成長を見ずに、うん、でちょっと死ぬ間際に。 あ結婚式見たかったな孫見たかったなって言って死ぬよりはうん、うんね、ちゃんとこう今しかない時間を、うん、時期をしっかり見れた方が、うん、なんか幸せに死んんでいいけるんじゃないかなかと思って、うん、いや今この YouTube ご覧の女性の皆さんはそういう相手やったら理想やなとう,うちとは全然違うなって思ってらっしゃる人多いと思いますけどね。でもそういうい風に 何かこう引っ張ってくれてるのはうちの,あの妻ですうまくなんていうんですかねあの自由にさしてくれながらも、うん、なんていう人間って自由がありすぎると、うん、逆に楽しくないじゃないですか、うん、ああまあまあそうですさあそうですわね不自由の中に自由があるからそうなんですよ あの毎日こう飲みに行って、うん、友達と遊んだりとかしてると、うん、なんか何のために遊んでんのかなとか、うん、何のために仕事してんのかなって分、うん、からなくなってしまうような気がするんですね。うんうん、それをいうふうに思うような家にしてもらってるから。なんか <laughs> 突っ込みどころがないなぁ <laughs>。ええなぁ、ええなぁ。それまで僕はやっぱ宴会部長じゃない,やいや。うんうんうん。でも、なんかそういうふうに、もう、180度変わったから、うんすっごい気使ってくれてるんですだから。へえいや、 あのー、もう僕らも子供も言うても30過ぎてしまってますし、はい、その時期にはもう戻れないし、はいうん、だからうらやましいですわそれ今聞いて、はいうん、まあまあ僕らは僕らの年代でやれることやってい,いかなあかんのですけどねいやいいお話聞かせてもらいましたあのー、他にもですね実は。 マックさんが今力を入れてらっしゃることがあるっていうことなんで。はい。はい。ちょっと別の番組として、この後マックさんにさらに詳しくお話を伺おうと思います。はい。今日はマックスさんに来ていただいております。ありがとうございます。ありがとうございました。